こんにちは。かわいい。かわいい。こてちゃんです。常に敬語 <laughs>。予約したよ。フラッシュスペシャルですかありがとうございます。こてつに背丈を合わせたらこう、こうなりますね。それより早い時間でした。そう、初めてこの時間に配信しますね。こんにちは。 かわいいでしょう。小鉄さん言うこと聞くかな今日は餌があるので言うこと聞くと思われます。小鉄先輩のご機嫌はどうですか今日は、今日は、あの、お父さんにですね、洗ってもらってたので、あの、結構毛がもふもふな感じで、いいと思います。お風呂に入ってましたね。 すごい母や、はあ、ってるんですけどここにお水はあるのであの飲みたい時に飲んでくださいねこちらはい <laughs> かわいいでしょこてつくんニコニコしててかわいいほら今 a s m r なんですけどお水飲んでますね可かわいいよね お座りしたら終わり。<laughs> 確かに。今日は小鉄くんの技が成功したら終わりっていう。お手もするんですよ。ゲストの女の子。私がゲストになってるんですかえー、かわいい。かわいい。毛並みがいいわ。<laughs> 嬉しいですね、とっても。今日もイケメン、イケメンなんです。かっこいいだって。 ありがとうございます。大好きさん。かっこいいギューッと小鉄くんに送りました。ありがとうワン。ありがとうワン。<laughs> ありがとう。こんにちは。今日暑いからね。そう。暑いからたくさんお水飲んでくださいね。皆さんも。そう。お風呂上がりです。ではちょっと、あの、 技披露をやっていきたいと思います <laughs>。どういう配信ちょっと、ちょっと一回、あの、普通に、あの、座、座るっていうか、普通にしてもらっていいですかね。ちょっと、た、あの、お座りからやりたいからさ、ちょっとお水危ないね。ちょっとこうや普通に、普通にさ、 もともとお座りしちゃってるのよしっかりカメラ目線かわいいねお手だけ披露しようか今日お散歩は一番誰がつれていて行くんですかお父さんですねかわいい <laughs> 湿気たお目ね湿気嫌ですね 海坂さん、かっこいい。ありがとうございます。今日かっこいいギフト多い。<laughs> ありがとう。全部小手津くんにですね。ありがとうございます。こんにちは。安べ衛さん。はい。大好きさん、かっこいいギフト。ありがとうございます。隣の、ワンワン動物園。あ、はい、そうですね。まずはお手から、ちょっと。 お手をやらせていただきます、小手選手。ちょっと、ここに餌があるので <laughs>、餌でね、やっていきますね。小手津、お手ちょっと見えないな <laughs>。ちょっとごめんなさいね。小手津お手ほら、今わかりますかお手するんです。偉い。はい。偉いぞ。今日は偉い、小手津くん。 見えてますかねお手もするんですよこんにちは <laughs> ずっとあくびしてるかわいいギフト優なに送ります大好きさんかわいいありがとうありがとう <laughs> こんにちはお父さんそうお父さんがあのこのこてつくんを 買いたいいたたって言い出したんですねお父さんがずっと欲しかったみたいでこんにちはねえ賢い賢いんです大好きさんファイトありがとうございますそう偉いんですそれさユーナの力というよりおやつの <laughs> おやつ目の前にしたらもうもうやばいですよワンあそう吠えるんですよねこてつワンって言ったら あの、おやつ目の前にしてると、泣くし、ワンって泣くし、お座りもしますよ。ね、偉すぎる。安兵衛さんあれタワーありがとうございます。何これえ、神鏡ちょっと待ってくださいね。え、ありがとうございます、安兵衛さん。どうしよう、あの、また次。 ののの配信の時に書いてくるのでスクリーンショットって上だったっけ下,下のボタンだったっけあれちょっと一回ちスクリーンショットってどうだったっけちょっと待ってくださいね。ごめんなさい、間違えました。上でした。ありがとうございます、安部さん。 こんにちはごめんなさい間違えましたスクショ下のボタンでやってしまいましたごめんなさいやす兵えさん誕生メールあおめでとうございます待ってわかるかもおめでとうございますお誕生日 あ、お水飲んでくださいね、母、はあ、言っちゃって、って。ありがとうございます。あのまたあの紙に書いてお礼するので、またぜひ来てください。安部さんがコメントされた時にまたお礼返します。ありがとうございます。お誕生日おめでとうございます。 スクショも覚えましたね電源と上のボタンですコテツ先輩タワーコテツ先輩タワーですってありがとうございますマユイ神吉デイブさん姫ありがとうございます飼い主に似て賢いコテくんよりは私の方が頭いいですよこんにちは誕生日だから今日がいいのかも ちょっっと待ってくださいね確か,確かに確かに確かに便箋がある便箋があるそこにすべえさんのちょっと書きます今日お誕生日なのでちょっとこって,てごめんえー、ちょっと え、薄いペンなんですけどいいですかちょっと待ってね待ってくださいねこてつ配信はやばいやばいかなうが配信見てるかもしれない かなうからライン来た。やすべさんちょっとお礼書か,かせてください。 こんにちは安兵衛さん安兵衛さんの好物はスシローとゴルフとアイドルえー、じゃあお寿司とゴルフと私の似顔絵を添えて。 戦にしようこてつ先輩も興味津々でこれ映るかな裏が映ったり裏が映りますねちょっとやめとこ真っ白な紙がないえー、どうしましょう でどうするどの紙にする裏が映っちゃうんですよねこれやったらこれと折り紙折り紙ね映ってしまう。 真っ白のやつないかなあこれでいけそうこんにちはちょっと今からお礼書きますどうしよう顔,顔が映ってないとあんまり良くないかもしれないです は待って、ハッピーバースデー、ビーバースデー、バー。 バースデーのつづりをちょっと教えてください皆さんありがとうございますハッピーで B I R <laughs> ありがとうございます。B I R T T H T H day でした。 二月、今日何日でしたっけ、二十二十一ですか、二十一か、二十一ですよね。こんにちは。今日二十一ですよね、ありがとうございます。 ごめんなさいちょっと彩りがないんですけどあゴルフが好きなんでしたっけあお寿司お寿司だったっけではちょっとお寿司と安兵衛さんタワーありがとうございますハッピーバースデー <laughs> ありがとうございます ゴルフと、あ、これはちなみにお寿司です。ゴルフとお寿司楽しんでください <laughs>。メール取ってくれてありがとう。ありがとうございます。ありがとう。お話し会申し込みました。嬉しい。ありがとうございます。メールも楽しみにしててくださいね。おめでとうございます。ごめんなさい。色がなくて。ありがとうございます。 こてつくんもありがとうありがとう。とう <laughs> 漢字は苦手なの知ってるけど英語もそうちょっと英語も苦手なんですよこてっちゃん元気にしてるかな元気ですお疲れ様です俺のワンコ俺のワンコこ <laughs> てつに押し編やめてくださいね ジュールームえー、すごい正しいアクセント知りたかったら56位えいちごちゃんも見てるんですかこんにちはこてつくんだけでもええんやで今日今日でちょっとこてつくん配信は終了なのでいっぱい写したいと思います泣いてますねちょっと ごめんなさいこてつの毛が綺麗で草そう今日洗ってもらってたんですよこてつくんかわいいんですとっても髪と書きましたごめんなさいありがとうございますあんこさんあんこさんゆみりんさんのですね白を昨日行きました いいですねお好み焼きとスシローおめでとうございますすごいみんな見てる嬉しい <laughs> 嬉しいこてつおいでこてつおいでちょっとお座りを披露したいと思います <laughs> 昨日できなかったんですけど本当はできるんですよこてつくん俺のこてつどこ いますねこうこんハローアイムフロムインドネシアハローえ初めてですねこの英語でのコメントはハローハロー見てくれて Thank you ですありがとうございますお誕生日おめでとうございます 石原石原石原です石原優奈です頑張ってくださいありがとうございます得意科目は図工とかです美術とかこんにちはえやっぱいちごちゃん見てるんだうれしいヤッホーこんにちはもちこもちこさんこんにちは また会おうねちょっとこてつくん連れてきますねちょっともう当分こてつと配信はないので顔が赤いよちょっとこの部屋暑くてちょっと暑くて <laughs> こてつこてつごめんねちょっともうちょっと来ましたこてつさん登場こんな時間に珍しいそう 初めてですね、この時間にやるのは。ちょっと、い、いきますよ。お座りこてつお座りちょっと待ってね。お座りこてつお座りやばいぞ、これ。お座りはテこてつお座りき来た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 こてつお手あれ 見えますか今お手しましたね。あ、待って。あ、ごめんごめんごめん。ちょっと待ってくださいね。ちょっと、ワンとも言うんですよ。こてつこてつワンワンワンこてつワンワンワン ちょっと今日不調ですねいつもワンって言うんですけど <laughs> かわいいちょっと声かすれちゃってますねこてつ連大行列そうこてつって言うんですちょっと漢字は違いますけどこてつですこんにちは塩太陽こんにちは 超絶イケメンこてつこてつかわいいもちこ <laughs> もちこさんねのどの調子があまりよくないよくなかったみたいです今日は餌の力強いですねそう昨日は餌持ってなかったから何もしてくれなかったんですけど今日は餌があるのでね 大好きさん尊いありがとうございますいつもありがとうこんにちはあっ大好きさんがあのシリのことツイートしてくれてたじゃないですか私いっつもシリが反応しちゃってショールーム中にだからシリをオフにしました <laughs> 食べたさが勝ってますねこてつっくんはそうかわいいでしょうお仕事に戻ります頑張ってくださいお仕事 ありがとうございます、見てくれて。広島帰ったらこてつ配信で。そう、もう今日で当分ないと思います、こてつくん配信は。しっかり、しっかり目に焼けつけとください。ね。ありがとう、スクショタイム。偉い。偉いぞ。これ <laughs> しすぎた、翌日は声枯れるとか <laughs>。その声枯れるではないと思うんですけど。 つなさん、かわいい、ありがとうございます。こてつ、なんかこてつ、え、でも多分そんな感じのこてつだった気がします。りんごさん、姫ありがとうございます。こんにちは。みんな来せ。確かにみんな帰ってますね。みんな帰ってますよ。こてつ配信の時にまた来るね。もう、もう当分来ないってことやん。 ユニバースさんハートありがとうございますもう会えなくなるんですこてつくん <laughs> 大丈夫そう <laughs> 固まってるやんかわいいこてつくんみんなのアイドルそうですねアイドルですゆめりんさんオーディションの時ええー、そうゆめりんさんもたまに あんこさん登場してますよねそうかわいいんですよ本当にもうマジでかわいいズレのゴールデンウィークですね <laughs> ですねでも実家に帰っんかどうしようめっちゃなんか毛が口の中に入ったみたいそうサミット今日までですね 次、いつ小手津くん配信小手津くん配信もうわからないです。次、次実家に帰った時にまた登場するくらいなので、もうないですね。当分は。STU、犬好き飼ってそうそうなんですよ。犬飼ってる人多いですよね。サミットだから帰省なのいや帰れって強制されてるわけじゃないですよ、全然。 多分、休みだから帰ってきてます。小島愛子さん。ええー、そうなんですかそれは初めて知りましたね。そう、もう超おとなしくて、もう本当に可愛い。大好き。可愛い。岡山のお土産買いました。きびだ団子を買って帰りたいと思います。あの、清水梨紗子、梨茶いるじゃないですか。が、この前、きびだ団子あげたんですよ。そしたら、 また買ってきてって言ってすごい美味しかったみたいでリサ子には一箱買って帰りますえっと風の子さん姫ありがとうございます3期生ねみんな帰省中実家はでも言うて1ヶ月ぶりぐらい <laughs> 1ヶ月ぶりぐらいですね小手ちゃんに会うのに寂しいのでパパさん あ、なんやろ。小てつくん配信。ね、だから今日いっぱいいっぱいツーショット撮ったり、いっぱい小てつの写真撮ったので、またメールでいっぱい送ります、小てつくんの。リモート参加。受 <laughs> ける。今日もボトムスも小てつくんだらけ。ですね。ちょっといつも、いつも毛だらけになりますね。コロコロ必須。How is the grow up? ごめんなさい。意味を教えてください。皆さん、お願いします。グローアップお願いします、皆さん。コメントありがとうございます。Thank you. 愛子児犬。え、愛子さんもワンちゃんを飼ってるの初めて知ったんですよね。はい、久しぶりの実家配信です。ひび団子ごじゃあげたら仲間になってくれますか の作り方ーチそうしちゅうそう母と作ったんですよタイトルに「こてつとあワンちゃんいます」ってテロップに書こうかなじゃんワンちゃんいますありがとうございますテロップ出しました岡山からです そう、きびだんご買って帰りました。どこのグループ ?stu48 です。how is...stu... はい、stu48 です。ありがとうございます。見てくれて。ぜひ。ぜひぜひ、フォローしてね。してくださいね。<laughs> ありがとうございます。stu48 です。はじめまして。ゆう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 さん。ゆう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 さん。すごいあったかそうな名前ですね。こんにちは。 イエスイエスこんにちは俺のためにシチュー覚えてくれた <laughs> 違いますけどね、She、is a m e メンバー of あ,ありがとうございます水坂さんワンちゃんの名前はこてつくんです可愛い,いですとってもかわしいいきびだんごそうきびだんご皆さんあげるのであの私の仲間になってください 鍋は綺麗になりました。あの、持って帰って綺麗にしてもらいました、家族に。メールの小鉄ちゃんも照れてて怖い。小鉄のメールもたくさん送りますね。もう一回、もう一回あの技のリベンジしてもら、してもいいですかワンっていう、やつ小鉄ちょっとこっち切ってもらえるかな。 よ、こらしょ、で、これでちょっと成功させて、こてつくんの出番を終わりたいと思います。こてつ。こてつ、ちょっと、もうちょっと、もうちょっと、向こう行ってもらえますかね。こてつ。 格やばいですね。こいつ。こいつおさり。こてつおさり。お手。えらい。ワン。こてつワン。ワン。こてつワン。こてつワン。 一応ですね。横顔イケメンすぎて写真集出せる。出してください。ぜひぜひ。こてつワンワンワンこてつワンワンワンこてつワンワン コ手ツワン<っ>お偉い偉いではないか来たー来 <laughs> ましたね。いつもすぐにワンって言うんですけど。今日はちょっとかかっちゃいました、コ手ツくん。偉いです、とっても。ありがとうございました。今日配信出てくれてね。ありがとう。偉 <laughs> い。みんなに褒められてます、コ手ツくん。ありがとうございます。 惜しいですねね、今日はさっきまでお昼寝してたので岡山県出身の三期生は二人です二人です、私と森水姫菜ちゃんです His name is こうありがとうございます海坂さんリア,中リア中より私の方が身長高いです きびだんごシステムシステムってなんですかねあそうですねきびだんごあげるのでぜひ私の仲間になってください待ってめっちゃ冷たくてやばいこての毛が口の中に入るっていういっぱいありますね芝犬 <laughs> 豆芝芝犬ですね豆芝犬わからないシチューリベンジするのシチューリベンジしますまた 帰ってからやりますシチュー作ります。レイオ君？ええー、見てみたい小島絵里さんのきび団子はハムハム。<laughs> <laughs> そう素晴らしい犬なんですよ。 今気づいた間に合った。ありがとうございます。見てくれて。鼻長い。そうですかね。<laughs> ちょっと今、正面からでちょっとブサイクショットなんですけど。不調。まあまあ。私の発音が悪いんですかね <laughs>。そう、吠えないんですよ、このワンちゃん。番犬じゃないんですね、全然。 喉ここにお水あるんですけどねいっぱい飲んでくださいねここのお水ああんこちゃんじゃないですこてつくんです <laughs> 何言ってんだやばい男前なんですとってもでもかわいいの方が勝っちゃいますね多分こてつの切り抜き動画出回る予感ぜひ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 もうこてつくんと配信は もうないと思うのでパチパチってありがとうございますほっぺたつまみたいこてつくんのうちのここここちょっと伸びるんですよねぴよーン <laughs> かわいいちょっと今ガーにできないんですけどいつもこうやってこうやってやってますこてつくんのまた次回楽しみにしといてください 次岡山に帰った時にてつくんと配信します。芝県いいですね。そう、いいんです。ワンちゃんいいですね。僕も、僕の実家も、小太郎っえー、お揃いだ。芝県ともう豆島とかもう本当にかわいい。本当にかわいいんです。えらい、小鉄をします。やめてください。私はしてください。ありがとうございます、皆さん。 犬を見てる時けの笑顔がいいんで <laughs> こてっちゃんですこてつは漢字ですねえこてつにゃーって言うんですよえなんかたまにお父さんが餌持ってとて時にこてつにゃーって言うんですよそしたらにゃーって言うんですこてつもうほんとに猫かと思いますねたまに <laughs> 嬉しい配信 <laughs> <laughs> 誰のもの <laughs> こてつくん何歳あそうよそう何歳ってお母さんに聞こうと思ったんですけど多分5歳ぐらいです人間って言うと何歳か分からないんですけど可愛い,いんですとってもあグッズがありますね私のあ今アンケートしたらうなよりこてつちゃんの方が人気あると思うじゃあちょっと分かりきってるのでアンケート取らないです 短期研究生の生写真に注文しました。えまた結果教えてくださーい。来場者が急増中。ありがとうございます。こんにちは、ゆうな今日もかわいいよ。ありがとうございます。ゆうなんと小てつ先輩の通称いいですよ。終わるときにやりますね。今やろうかな。小てつくんとの通称。通称とタイム。 ついやー待って水がこぼれたあとで拭こう今タオルないんですけどあっいったごめんごめんえ待ってびっちゃびちゃなんですけど最悪こぼれると思ってたんですよねあとで拭けばいいです前髪が <laughs> ちょっと待ってくださいね 初めて見られて嬉しいそうコテツと今から通称通称とタイムやりたいと思いますこんにちは番犬するので飼ってください無理ですうちには番犬できないけどいいバんちゃんはいますかっこ仮番犬コテンツちょっと一瞬だけ一瞬だけちょっと一瞬だけさあやってくれない よっこらしょ <laughs> 一瞬だけ。こてつ、こてつ、こてつ。ありがとうございます。すいません。<laughs> ありがとうねすごい、すごい決めてくれるやん。ありがとう、キメ顔。5月27日のオンラインお話し会が楽しみです。えー、楽しみありがとうございます。風の子さんまた会いましょうね。本当に可愛いんです。こんにちは。あ来てくれてありがとうございます。 こてつくんそう結構結構おとなしいタイプな感じでやってますねカズ KAZ さんハトありがとうございますありがとうこてちゃんが好きな餌は鳥ですねこんにちはゆうなちゃんとこてつのホットペア、どっちが柔らかいこれは私の方が柔らかいです K.A.Z. さん、いいね、ありがとうございます。メールで小鉄くんの写真届、ときどお願いしますね。はい。小鉄くんの写真いっぱい貼り付けます、メールで。犬連れて、広島県行きませんね。<laughs> は、白目、イケメンですか近所。近所に柴県とか行ったらもう絶対に触っちゃうんですよね、私。可愛い,いってなって。 こてつ押すならかな押す方押すのがいい。いや、こてつ、私押してくださいね。こんにちは。お父さん、そう、お父さんがこてつにゃーって言ったら、にゃーって言うんですよ。こんにちは。30歳 ?30 歳前半なのやだもうちょっと若いと思ってたよ、こてつくん。 かわ <laughs> いいごめんなさいめっちゃ時差ありました大丈夫ですあちょっとぐらいしかこぼれてないので <laughs> こてつ賢いから自分であ待ってティッシュあるわティッシュで拭いておきます拭きましたありがとうございます36歳じゃあ結構36歳 です、ね、こてつくんははいもうちょっともうちょっと中学生かと思ってましたよとってもゆうなちゃん変わってもらえますか逆じゃなくて逆じゃなくて KAZ さんかわいいありがとうございますねっめっちゃめっちゃめ顔してくれてありがとうなんか皆さんスクショ待ってます <laughs> かわいい めっちゃカメラ向けたらさめっちゃキメ顔してくれるワンちゃんですね大丈夫そう <laughs> カメラ向けたらあれですね固まっちゃいますねうちの犬 広島の家に帰ると、寂しく、待って待って、画角やばいっしょ。仕分けに会いたく、そうもう一番に会いたかったですね、てつくん。お話し会も来週、え、めっちゃ楽しみ、やばい。てつくんとの直接お話し会ないので、今やってください、ぜひ。ね。かわいいね。とってもかわいい。ハ,ート,ハート食べないです。 癒しでしかないんですけども、ありがとうございます。小てつくん、ケンタッキー。ケンタッキーは食べないですね。あの、ワンちゃん用の鶏肉みたいなやつ。年の差カップル。<laughs> やばいやばい、やめてやめて。にゃーは癒されるそう。そうなんです、ね、ちょっとにゃーって言うんですよね。にゃーみたいな感じで。また披露したいんですけど。カズと読みます。あ、カズさん、ありがとう。 小鉄、パイセンでしたね。パイセンでした。こんにちは。ユウはオキさん。そう、オキさんと同じユウです。小鉄を、はい、飼い始めた時のエピソード小鉄を飼い始めた時のエピソードは、なんか、私とか、兄弟とか、お母さんとかは犬飼うとか言ってなかったんですけど、お父さんが飼いたかったみたいで、 買いました。買い始めました。こてつくん。かわいいですよね。本当に。カズさんかっこいい。ありがとうございます。こてつくんに教えへします。やめてください。小さい犬そう。ガチの、ガチの小さくないやつです。僕と同じ。モリシーさんのまたかわいい。 ね配信なりしてますよね、めっちゃ。えらい、ほんとにらい。にゃーと言うなら、あ、やめてくださいね、小鉄の応子編。ね配信慣れてますね、てつくん。36歳 <laughs> ?36 歳やめてほしい。ねやめてよね、36歳ね。今ならお手できる。やってみますか、お手。なんか、あんまり餌あげすぎるのも良くない。かわいいやん さっきの顔可愛いやん、小鉄。さっきの顔でスクショしてもらい。こっちこっち。こっちこっちこっち。さっきの顔めっちゃ可愛かった。私の顔なんて映さなくてもね、小鉄の顔映したらいいんですよ、今日は。でも、ショールームの管理してる方に、ワンチャン配信になってますねって言われて。 あの、落ちちゃったら困るのでやめるんですけど、パラちゃんさんバラ、ありがとうございます。お父様からしたら家族とワンコ。<laughs> ですね、ワンコ。そう、お父さんがね、飼いたいって言い始めたから。その名前もお父さん考えました。犬は家族ににつけてるよ。私一番嫌われてるますね。こう見えて。一番嫌われてます。 実家で帰って散髪にヌートリア。いやーヌートリアやばい。ヌートリア私も見たことある。生まれてすぐにおじ、そう、だからめっちゃちっちゃい時の写真もある。からまたメールで送りますね。こんにちは。アバター帰ってきた。海坂さんのアバター超可愛いこれお揃いですね、てつくんと。 こんにちは。渋谷に小鉄くんのどうぞあれ、小鉄じゃないですね。ちょっと似てるんですけど。お友達になりたいはあ、ぜひぜひ、小鉄くんとお友達になってください。こんにちは。小鉄くんの成長をずっと見守ってきた。はい。私が中学生ぐらいの時からいっぱい共に成長してきましたので。一番懐いてるのは、はい。お、パパさんですね。 その次に弟が好きですねこてつくんかわいいなんかすごいこの画角鼻が長く見えるんですけどそんな鼻は長くなくて二人とほっぺたでくっつぎポーズとってくださいわかりましたこて <laughs> つくんもうちょっと付き合ってくださいねバラちゃんと申しますえ、お願いしますそろそろ出かけるのでお先に失礼しますカズさんありがとうございました そうコテツですコテツ感じ違いますちょっとちょっと難しい方のコテツかわい,いほっぺたくっつけてくださいだってちょっと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 , <laughs> ちょっとさっきやったうお <laughs> 痛い髪の毛が ちょっと嫌ですかねごいねちょっとやめときますすごいじゃんコテツすごいじゃん暑いんですよこの部屋めっちゃほっぺたかくなってきてるこんにちはいやここさっきビヨーンってやられましたね服が伸びる服が伸びそうです何を見せられてるんやほんまに 本当にそうですね。ちょっと難しいですね。ワンコさんと配信するっていうのは。かま、でも噛まれたことないですね。小鉄は。噛まないんですよ。全然。小ツじゃないですね。小鉄くんですね。いつになったら、巡礼 <laughs> 入りませんから。入らないですよ。餌くれる人と散歩に連れていっ、そうなんです。お父さんがいつも散歩に連れていくから、 多分一番好きなんですよね。餌もいつもあげるから。なんかめっちゃなんか、あのー、家でルールがあって、こてつは、布団の上に、布団の上に、何乗らないルールがあるんですけど、乗ったらいけないルールがあるんですけど、あの、お父さんがいるときは、その、布団の上に乗らないんですけど、お父さんがどっか行ったとき、どっか行ったら、 布団にすぐ乗るんですよ。なんかめっちゃ本当に、なんて言うんだろう。悪、悪い犬ですよ。お父さんの前ではいいふりをするけど、いなくなったらすぐ悪いことするみたいな。なんかそういうのありますよね。<laughs> お父さんがお座りって言ったら一発でお座りするし、そう。すごい差別。 はあ、こてつ好きが。<laughs> イチャイチャして嫉妬しちゃう。受ける。犬に嫉妬しとる <laughs>、ね。嫌がられてるよね。私疲れてないんですよ。ワンちゃんに。こてつくん明太子好き。明太子は食べないですね、こてつくん。ハロー。ちょっと待って、こてつくんと配信したいから、一緒に映しますね。 ハロー。なんか今日すごい見てくださいますね。英語でコメントありがとうございます。ハロー。おさわり。偉いじゃんお手。おさわりぐらいまでにしときましょうか、こちら。偉いですね、とっても。かわいいね。こんにちは。そんなかないんです。全然ワンワン吠えなくて。 感じ、気になるけど、ひらがなのこてつくん、ね、可愛いいですよね。お父さんの前では、そう、お父さんの前では猫かぶってるんです。悪い犬なんです。ね、舐められてますよ、すごい。私も映ります。<laughs> お父さん、そう、リスペクトなんです、お父さんには。 売りっ子ですよお布団気持ちいいもねそねお布団大好きなんですよとっても犬は人を見てるんやねそうもう宅急便の人とかめっちゃ大好きでめっちゃ好きなんですよね宅急便届けてくれる人家はなかなかそう序列あるんですちょいわるぐらいが可愛い そうそうなんです。怖い先生にはビビる中学生男子。マジでそれ、的確すぎる。2000人超えたね。ありがとうございます。ちょい悪親父じ。嫌だ。嫌だよ。36歳。ね、昨日より機嫌いいですよね。昨日やっぱ夜遅かったから。あー、いなりずし耳。ねえ、かわいい。そう、ここの、ここの、 耳が本当にふさふさで、可愛いんです。嫌がるからちょっともうそろそろやめますね、こてつくん。夏のツアー研究生のできるだけ参加しな、待ってますありがとうございます可愛いですよね。耳が一番ふわふわで気持ちいいんですよ。転がってみてください。転がりはしませんね、こてつくん。かしこい。うちの芝剣はあんまりかしこくない <laughs> 私の芝剣 この小てつくんも別にめっちゃ賢いってわけじゃないですよ。そう。小てつくんとの握手会を再現お願いします。やるかな <laughs> もうそろそろ小てつくんも疲れてきちゃって <laughs>。やりたいですね、再現。猫じゃなくて犬かぶ、あ、確かに犬かぶり。猫かぶりの犬ですよ。 やだやだやだ、絶有三期アイドルが3期生。<laughs> ワンコです、ワンコ。ワンコです、やめてください。こてつくん、えなきは、これ耳ふうってしたら、ピクピクってしてめっちゃ可愛いんですよ。えのきも食べてね。あ、すごいかわいいアバターばっかりで。ありがとうございます。番犬に、番犬じゃないですね、うちのこてつくんは全然。全然吠えないんで、番犬じゃないです。 一緒に寝ないですね家の序列が低くてもメンバーの序列頑張りますそうもう一番嫌われてるのでこてつごい待ってめっちゃめっちゃ毛がついてるみたいなやだーなんかワンちゃん飼ってるとご飯中とか食べてるとめっちゃ口の中に毛が入ったような感覚がしてしますね そう、宅急便の方がすごい好きなんですよ、ワンちゃん。今日のお花、今日のお花チェックやりますか今日のお花はちょっと触らせてくださいね。あ、今日はちょっと湿っちゃってます。大丈夫です。健康ですよ。こてつの、一生寝てないです。一緒に寝たことない、こてつは。すごい香ばしい匂いがするんですよ。そうなんです。 宅急便はやまとゲイン定あそうそう宅配便です宅配便んごめんなさい宅配便ですハハハするそう息してますねハハハしてこれは嫉妬案件嫉妬しないでくださいねところであなたは犬の検査を受けましたか何犬の検査って耳ふーってしてみていきます びくってするんです。ちょっと嫌がるからもう一回にしますけど、可愛いんですよ。ゆうなちゃんのニックネームはゆうなんです。ゆうで伸ばし棒でなんですね。今私は十八歳で、虎徹は五歳です。で、なんか人間で言うと三十六歳っぽいです。僕もゆうなちゃんに未封フフされたらびくびくしてやめてください。虎徹くん、普段もっと。 はい。普段もおとなしいです、とっても。カナうとコラボ配信してね、かぶりじゃない。またカナうとコラボしたいです。声は一方通行のことが多いからね。あそう、私の片思いです、小手津くんに関しては。どうしますもう小手津くんも母ははは言い始めてるので、もうそろそろ終わりますけど。コメント追いついたら、や、終わります。 え、お風呂一緒に入らないですね。そう、言うなんです。ニックネーム。小つ連れて広島に来ません。行かないです。可愛い,いんですよ。スペーフィーでウィーフ。いや、ごめんなさい。でもごめんなさい。暑いですね。めっちゃ暑い。もうク,クーラーつけて配信しようと思ったんですけど。さすがにもったいないから。 ゆうちゃんっていうね。はい、はじめまして。ゆうなと、片思おい <laughs>。大好きさん、ありがとう。ありがとうございます。ありがとう。ありがとうございます。小鉄くんにも、かっこいい、くださって、ありがとうございます。小鉄くんにやさいました。ありがとう。僕の犬はよくさいね。いいな私も犬と寝るのが夢。だけど、うちの小鉄は、あの、ベッドに上がったらいけないというルールがあるので。 ご飯ノ o、no, 小鉄 no, l i <laughs> ありがとうございます。Thank you, thank you.Thank you, one. コテツ君ドッグラン行ったことある。ドッグランじゃなくて普通に公園で走り回ってますね。今日の散歩は行きました。今日も行ってます。ラジオ。え待って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 、奥さんのラジオはあの、 どうやって聞くか教えてください。あの、ちょっと詳しく教えてください。すいません。個別選抜、個別選抜作りますね。センターで、ぜひセンターでお願いします。近い。ツーナーさん、ハート、ありがとう。ありがとうございます。星も、ありがとうございます。耳は、耳の、 いの耳の後ろ、顎や首周りを舐められるとえやってみようやってみようやってみましょうかこたつくんちょっとこっち来てもらえますか耳の後ろ、顎や顎や首周りをなでられると喜びますちょっとごめんね耳の後ろこの辺ですか顎や首周りわしゃわしゃ そんな喜んでるふうには感じられないんですけど可愛い,いですねとってもこんにちはこんにちはこんばんは小手作りに <laughs> 長いね長い時間ありがとうございます 先週福山のお話ができましたありがとうございます嬉しい,嬉しい嬉しい嬉しいラジコってアプリで消えると思うありがとうございますラジオのタイムリンラジコってアプリでちょっとじゃあ消てみますねええ青木さんと会ったんですかね喜んでない,ない気がしたちょっとかわいいかわいいではないか フォローしました。ありがとうございます。私は世界にないですね。ね、すごい大人気で、ありがとうございました。もうそろそろ終わります。喜んでる印カシカシ超暑そう。ちょっともう終わります <laughs>。フォローしますね。ありがとうございます。 ではでは、ランキングを読みたいと思います。十三位、カズさん、ありがとうございます。十二位、海坂さん、ありがとうございます。十一位、アットンさん、ありがとうございます。十0位、十四フレットさん、ありがとうございます。九位、鈴鹿さん、ありがとうございます。八位、ザッキーさん、ありがとうございます。七位、フェリスさん、ありがとうございます。六位、ルディエカさん、ありがとうございます。 5位リンゴさん、ありがとうございます。4位海幸山幸さん、ありがとうございます。3位風の子さん、ありがとうございます。2位大好きさん、ありがとうございます。で1位第1位安兵衛さん、ありがとうございます。誕生日おめでとうございます。どうもありがとうございました。ありがとうございます。ねありがとうコテツ出てくれて。またね。 こてつくんと配信できる日を祈ってね、ね私をね、配信。やだちょっと、無回答ということで、ありがとうございました <laughs>。ありがとう。お疲れ様です。バイバーイ。